こんにちは、さゆです。今回は前回に引き続き漫画紹介をしたいと思います。前回はこちら今読んでる一軍の漫画を紹介したんですけど、今回は最近は読んでないかったりとかもう完結してる第2軍の漫画を紹介したいと思います。まずカーニバルっていうのが、これ私ジャケ買いして買った漫画なんですけど、すごい面白くて、そのバルガっていう悪い能力者たちを取り締まる国家防衛機関サーカスっていう人たちとの、まあ、戦うお話なんですけど、この主人公のナイちゃん、ナイっていう子がこのバルガに狙われてて、それでサーカスに保護されてるんですね。でこの子が純真無垢でもう世間知らずですごい可愛いんですけど、なんで世間知らずなのかっていうのがちょっとネタバレで言えないところなんですよね。まあちょっと一部ネタバレの部分映ってるんですけど、まああえて言わずに。そうだからね、あとにかくもう絵が綺麗なんですけど、私今23巻まで持ってて、とにかく長いんですよね話が。で結構難しくなってくるので、ちょっともう私は挫折しました。でもこれはね、アンソロジーとかあと画集も買ったりするぐらい好きな作品ですね。なのでこれはおすすめです。と言っても挫折してるけどで次がこの AD っていうんですけど、これね多分ドマイナー、なんか全然知られてないのかな、わかんないけど、あんまり聞かない漫画なんですけど、内容はすごい面白いです。この大貴族の三男坊で極楽鳥って呼ばれてるぐらい派手な格好をする自由奔放な三男坊がいるんですけど、その従者がなんか特殊能力を持っていて、その2人に興味を持った別の落ちちゃった、まあ後でやります。別の貴族の御曹司が成り行きで一緒に旅をするっていう話で、これねまだ2巻しか持ってなくて、で全然続編が出ないんですよ。それでもうかれこれ10年近く経ってるんですけどもう続編出てるのかな、なんかねなかなか続編が出なくて2巻までしか持ってないんですよね。でもこれすごい面白い、これはねおすすめします。うん、これ続編あったら買いたいぐらい面白いです。で裏切りは僕の名前を知っている、これはね有名なので名前だけは聞いたことあると思うんですけど、デュラスっていう悪魔とあと特殊能力を持った人間の義王一族っていう人間たちと、デュリアスまあ悪魔です、悪魔と人間の戦いのお話、もう1000年以上続いてる戦いのお話で、でこの主人公のユキっていう男の子と、あと悪魔なんですけどデュリアスなんですけど人間の方に味方してくれてるゼスっていう悪魔の、その2人の関係がすごいもうなんかエモいというか、まあこれちょっとね、まあ見方によっては BL になるのかな、まあそんながっつり BL ってわけじゃないんですけど、まあその前世が、まあネタバレで言うとこの子前世が女の子だったんですよ。で前世でそのまあ結ばれてた、ゼスと結ばれてたんですけど、死んじゃって生まれ変わって今度男の子になってるけど、魂は一緒だからそのゼスはその忠誠心というか、まあ一緒にそのユキのことを守ってるっていう話で、これね13巻までなんですけど打ち切りになっちゃって、もうね話が急に終わっちゃったんですよ。なんかその人間側のその義王一族のボスだった人が敵になって、もうデュラスの
ボスだった人が味方になって、えみたいなそれで、え、わ、終わった、終わったみたいな感じで、ちょっとね残念な終わり方でした。でも絵とかすっごい綺麗だし、話も面白いから、これもおすすめです。これは13巻完結ですね。で次、マギ、これも有名だと思います。まあ簡単に言うと魔法の話で、まあ主人公がこのアラジンっていうんですけど、まああとはこのアリババとかシンドバッドとか、まあアラビアンな世界観が好きな人は好きなんじゃないかな。まあ結構ね、そのオリジナルの世界観で、まあ今の日本、あの世界でいう中国っぽい人たちとか、この子とか、まああとはそのモンゴルっぽい騎馬民族の人たちが出てきたりとか、いろんな人たちが出てくるので面白いです。でもこれもね、途中で挫折した17巻で終わってます。もう話全然覚えてないです。でこのロックリー、これはね、なんで3と5だけしかないのかっていうと、私の推しガーラとサソリ、この暁のねサソリが出てくる缶だけ、ほらガーラそれだけ集めたってだけです。そう、ナルトはね、あの本編というかそっちも読んでたんですけど、長くて挫折しました。うん。でね、しかもね、推しが死ぬんですよだからちょっと辛くてやめた。でこれはまあクロバス、なんだっけこれ、なんかアニメ版の記念パックみたいな、ちょっと中身なんだったか忘れました。なんだったかな。でこれはまあポストカードなので関係ないです。ということで2軍の漫画たちでした。ちょっとね、紹介が下手なんでうまく伝わってるかわからないんですけど、もうとにかく全部面白いので、気になった方はぜひ読んでみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。